皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校2年生、情報を集めるときに使おう、メモを取るときの勉強です。この動画では、メモを取るときに、どんなことに気をつけたらいいのか、について勉強します。そして、自分でメモを取って、おうちの人や学校の友達に伝えるという活動をします。教科書上巻の78ページ、 79ページを開いいてくださいまたノートを準備して単元名を書いて学習が始められるようにしてくださいでは一度動画を止めて準備をしてください準備はできましたかそれでは教科書78ページの上にある4コマの絵を見てください この4つの絵にはそれぞれどんなことが書かれていますか丸1の絵を見ると子供たちが町探検でパン屋さんに来たことがわかりますね。丸2はどうでしょうか男の子が動物の形のパンがあることに気づいていますね。丸3で男の子は何をしていますか 男の子はメモを取っていますね。丸4では、次の日の教室でメモをもとに発表しているのがわかります。このように、最後に誰かに伝えるためには、どのようにメモを取ると良いでしょうか。皆さんも考えてみましょう。では、メモはどのように取ると良いでしょうか。また、 どのようなことに気をつけたらいいのでしょうか教科書を読む前に動画を止めて自分で考えてみましょう考えましたかでは教科書78ページの下を読んでみましょう読みましたかメモに取るのは、 覚えておきたいこと、後から確かめたいこと、誰かに知らせたいことですね。それらを短い言葉で書くと良いそうです。また、メモを取るときに気をつけることはこの2点ですね。皆さんは、 他にも思いついたかもしれません。例えばメモを取った日にちやその時の様子を絵に描いておくのも良いアイディアですね。教科書の79ページにはそんな例も載っています。読んでおきましょう。それでは実際にメモを取ってみましょう。ノートは用意できていますか教科書では教室にあるものの中から 家の人に伝えたいものを決めて伝える学習が示されています。もし今学校にいるならば教科書79ページをよく読んでその通りにノートにメモを取ってみましょう。今この動画をお家で見ている場合お家にあるものを学校の友達や先生に伝えるためにメモを取る勉強をしましょう。例えば このようなお部屋の場合、テレビについてメモを取って友達や先生に伝えてもいいですし、ソファーについてでもいいです。大きさや色、もしわかるならば、いつからあるのか、何に使うものなのかなど伝えるのに必要なことをメモにしましょう。それが短い言葉で書けるといいですね。では、動画を一度止めて、 学校や実際に自分のお家にあるものの中から何についてメモを取るのか考えて実際にノートにメモを取ってください。それでは今日の活動を仕上げましょう。まず、取ったメモを友達や先生、お家の人に見てもらいましょう。 そして、メモをもとに伝えたいことをお話ししてみましょう。きちんと伝わったでしょうか感想も聞いてみましょう。では、動画を止めて始めてください。 最後に、振り返りをしましまょう。振り返り返は自分で考えて書きましょう。例えば自分が頑張ったことや初めて知ったこと工夫したことを書くと良いでしょう。では一度動画を止めて書いてください。振り返りは書けましたか情報メモを取るときの勉強はこれで終わります。 よく頑張りましたね。